何かずっと録画し、いや、2時間ぐらいずっと録画されてたみたいですね。はい。ちょっとね、来客がいろいろありまして、はい。予定外の方がね、はい、いらっしゃったんで、それによってちょっといろいろかき回さ、なんてこと言うの、ね。で、そう、あと GP125 もね、ご購入いただきました。はい、トミーさんがいらっしゃったんで、で、それはお約束してます。はい、ね、そちらの方はお約束ですけどね。はい、で、交換をね、エンジンオイルの交換と、あとあれです、初回点検、はい、やらせていただいて、まあ、あとギアオイルと、はい、なんで、まあ、その前にね、そう、ハーレーがね、あれは、ショベルヘッドってやつね、77年ぐらいって言ってましたけどね、はい、そちらね、はい、で、そう、ちょっと、私はそんなにね、当時のこと知らないので、もう有名な方みたいでね。いや、有名な方だったんですよね。そう、すごい方なんですけど、私はほら、そんなに、いわゆる、なんていうんですか、オートレースか。オートレースのことは知らないので、ちょっとね、あれなんですけど、失礼があっちゃいけないんですけど、そう、知ってる人からすると、やっぱり、すげえ。今いくつなんですかね。もう60、70近いんですよね。元気ね、バイク持ってね、はい、で仕事もだって、ね、週6日してっからすごいですよね。休みたいと言ってましたけどもうそんなやんなくていいんだよって言ってるんですけど、バイトをね、はい、やられてますよね。されてます。はい、ね、すごいですよ。ね、これちょっとこの向きですか、逆向きの方がいいね。進行方向こうでしょ。で、経典マークだね。で、ちょっとこう。リオ、古いね、リオ。これ AF 何なの？ 2いくつなの？この最初の方のリオ。ね、素晴らしいよね。手袋したいんだけど、ないんだよ。トミーさんがね、お見えだったんですけど、前にちょっとメールいただきましてね。で、うちのなんかお店の名前がね、うちのお店の名前をですね、カッティングシートで作って入れてあるんですよ。そう、入れてあるっていうとあれですけど、いいですかっていうんでね、うん、まあそれでなんかね、断るのもあれですし、ダメですって、ね、ダメですって。で、ね、大丈夫ですよね、こうだもんね。実物、写真では拝見して、もうだって写真で貼ってあるわけだから、ね、もう貼ってあって、いいですかっていう事後報告で、まあ、ありがたいことでございます。はい、ね、なかなかね、有名なお店ならいざしてもね、どこがいいですか？有名なお店ないよ。はい、なんだろうな。なんか、何になりますか？白い基地。木馬？木馬か、ね、よくワークスカラーみたいなね、鈴木とか横にデカが入ってないじゃないですか、ね、鈴木さんだったらいいですか。お店の名前は名前なんです。あったわ、なんとかモーターさって、でっかくハイエースかなんかに入ってますよね、確かに。違ったかな。でね、この間下取りをさせていただいた車両があるんですけど、
アドレスでね、うん、でアドレス V125 あれは G なのかな、うん、で結構いじってあるんですけど、なんといっても何スポーツってステッカーが貼ってあるんですよ。何スポーツってステッカーがね。で純正みたいな、純正だとアドレス V125 って貼ってあるところが、そこそれがなくて何スポーツ、アルファベットでね、何スポーツで、フューエルインジェクションって、フューエルインジェクションは純正だと思うんですけど、最初中こんなステッカーあったのと思って聞いたら、あ、お客さんが作って貼ったんだよって、そう、うん、そういうことらしいです。はい、そうなんだね、いいですよね。ダメか、いや、ダメっていうか、これやっぱり外した方がいいよな。けどこれアスベスト使ってない、昔のって。うわ、すごいね、錆びてるもんね、ここがね。よいしょ。ていうかこれ動き渋くなってんじゃないの。渋くなってるかもしれないけど、あんまり触れないな。いやすごいね。でこれね、もうサスペンション抜けちゃってるんですよ、完全にね。ボヨンボヨンだから、うん、ボヨンボヨンサスペンションだからね。綺麗だねこれ。 NTB 使ってるよ。よし、そしたらグリス塗った方がいいな。グリス、このグリス塗っていいかな。用途がいろいろありますからね。MTB の っていうか、ツーストめんどくさいよ。ツーストじゃなくて、この古いのはめんどくさいですよ。やばいな、これ。ネットに外して。すごい仕様だね。よいしょ。あ、そう。何々モータースって入ってるやつだったらいいですかね。余計なことだよ。それだと。それだったら乗ってみたいという皆さん、はい、はい、じゃあそういう仕様だったら欲しいっていうね方もいらっしゃるかもしれないね、はいはい、さて、じゃあマフラーを戻しますか。でとりあえずリアは終わりね、はい、うん、フロントはですね、エアバルブを変えるんですけどね、エアバルブを変えると言っても危ない。すごいな、ツーストのエキパイって太いですよね。思いません？すごい太いですよね。なんだろう。で、私ですね、ちょっと マスクをして話すのもなんなんで、元チャンプさんのね、今動画やられてるじゃないですか、元チャンプさんも。はい、で、ケニーさんでしたっけ、ね、ケニー S 川さんでしたよね、違いましたっけ、ね、ですよね、はい、あの方がと一緒にね、編集者の方ですね、一緒にこうなんかやってスーパーカブ110のあれやられてるんですけど、でいろいろとちょっと下のネタみたいのをやられてるんですよ。節々に、ん？なんだ？違うな。うん、そう。で、したらコメントにね、そういうのはいりません。
真面目にやってくださいっていうふうにコメント書かれてやばいっすよね。 うちみたいなのはね、初めからそういうの期待してないから、ちゃんとしたあれ動画なんだろうなと思って見てる人いないもんね。なんだこれっつってね、見てるんでいいんですけど、うん、やっぱりね、ああいう方たちはダメなんですよ、そういうふざけたのはね、うん、楽しんでる、楽しんじゃいけない。そうそうです。だって元部さんで下ネタなんか出てこないですもんねあっちの方は別、あっちの方は出てっても、あっちの方もそんなに、あれだってライブやってますしね、あっちの方はね、ライブやらないけどね、ないないですよね、あんまりね、そういうのはいりません。ちょっとショック、ダメですよ、親父だけでやってたらなっちゃうでしょう。え、なんてこと言ってんの、怒られますよ。やっぱり若い方がやった方がいいんですよ、ね、男性女性に限らずね、うん、そうすればそんなねあれになんないでしょ、ダジャレとかね、うん、あとそういう何ネタとか、これで合ってんのかな、そもそももう少しいいんじゃない、これでいいんだ、もう少しでもなんとなく液パイがあったからな、液パイじゃない、ガスケットが入ってたからこれでいいんだろうね、そもそもこれ以上いかないでしょ、いいんだ、これでここでいいんだ、いや初めてかもしれない、こういうスクーターのマフラー脱着するの、昔全然触ったことないってことないけど初めてかもしれないね、私も最近の人間ですね。ちょっと前の方だったらね、こういう車両を普通にね触れてたんじゃないかと思うんですけどね、うん、であれ12時ないじゃん、そうか今さっき向こうに持ってっちゃったんだね、また持って帰ってこないと、ということですね、マフラーを戻して、でメットインを戻して、とりあえず後ろは完了という感じでございます、はい、昔はねこんな、スクーターがあったんですね。何ディオなんですか、ただのディオなんですかね、なんか書いてあるの、シティムーブメント、シティムーブメント、ホンダディオ